はい、本日はですね、こちらノースフェイスの人気ダウンジャケット7点をですね、それぞれどんな人におすすめなんかっていうのをね、お話していこうかなというふうに思います。ということで、こちら 1,2,3,4,5,6,7 点あるわけなんですけども、着用しながらどういう人におすすめで、逆にどういう人はこういう違う方がいいですよとかいうのをね、やっていきたいなと思います。まず一番最初、こちらズドンということで、バルトロライトジャケットになっております。これはちょっとカスタムしてるから、色は違うんですけども、サイズとかはいじってないのでね、まあ既製品と同じなんですけども、見ていただきましょう。はい、ということでね、こちらバルトロの L サイズを着用しております。177センチ8センチ、あったらだいたいこれがジャストっていうサイズ感にはなってますよね。でこれに関してはね、どんな人がおすすめなんかって結構誰でもと思ってはる人多いんですけど、これ実はね若干違くて、なんてかっていうとショート丈なんですよ。意外と丈短めっていうことで、それがどうしたんと思われる方いらっしゃると思うんですけど、この丈短めのやつってね、上にボリューム上がってくるじゃないですか。でこういう人ってね、体格って実は3つに分かれてるんだけども、ウェーブ、ストレート、なんとかってもう一個忘れたけども、上が、ごつめの人ってこういうジャケット着るともっとゴツゴツなってくるんですよ。で僕みたいにどっちかって言ったら華奢っぽいというか、骨が細いタイプの人ってこういうのを持ってきてあげて、上にバランスを上げてあげることによってよりシルエットが綺麗になってくるんですよね。だからどういう人がおすすめかっていうと、こういうちょっと僕みたいな感じのウェーブ体型、まあウェーブが分からへんかったら、どっちかって言ったらこう骨とか出てる感じかな、この手首とかでこう骨が出てるような感じの人とかって、もともと胸板とかが薄いので、そういう人にはね、逆にこのショート丈で上にボリュームを持ってきてサイズのバランス取るっていうのはめちゃくちゃ向いてるので、身長が低いとか高いとかそんな話じゃなくて、もうそもそもの幅が細い人とかにはこれ結構向いてるんですよ。で逆にゴツめの人とかになっちゃうと一気にキャッチ感出てくるんですね。キャッチの兄ちゃんとかって、まあ、結構ゴツい子多いじゃないですか。で、まあ、キャッチが法律違反かどうかはちょっとここで一回話置いといて、ああいうちょっと野球ばかりですみたいなね、体育会系で僕やってましたみたいな感じで、ちょっとお兄さんとかね、ちょっとお兄さんとかキャッチしてる子らって結構ゴツい子らやから、ああいう子ら着るとちょっとバランスがおかしくなってきやすい。だから意外と幅の細い人とか、あと女子とか向いてると思うんですけど、女性とかにはねこういうショート丈は合いやすいんかなということで、僕個人的にはねいつも毎年思うのが、このジャケット結構人気ある割には体型選ぶよなっていつも思いながらね見てたんですけど、まずバルトロっていうのはそういうところで、まあ用途としては結構街中でも着れるし、別にどこでも着れるっちゃ着れるんやけども、どんな人に合ってるかって言われると、意外とちょっと薄い人というか厚みのない人なんかにはね結構向いてるジャケットやなって普段から思いながらやっておりました。で次はですね、こちらも人気ですよね、ノースフェイスのアンタークティカパーカーということで、このジャケットもね結構有名人とかが着たりしてるから人気でね、毎年黒とかは完売するぐらい人気なんやけども、これ確か9万ぐらいするんですよ。9万もするのに結構人気なんやと思うんやけど、一回着てみましょう。こちらサイズ、同じく L サイズですね。でこれに関してはノースフェイス同じ L なんやけども、実はね中着る用としても作られてるんですよ。だからこういうロンティ1枚で羽織るというよりかは、こう中をいっぱい着た状態で着ること考えられてるから、そもそもちょっとデカめなんですよ。で僕 M でもいけるかなっていうぐらい、このロンティ1枚いったらもう M で全然いけますよお兄さんっていうぐらいな感じなんやけども、僕は L にしてます。でねこの先とね、どういう人に向いてるんかっていうとね、釣りとかね、カメラマンとかそういう人にはもうめちゃくちゃ向いてると思います。なんでかって言ったら、これ防水なんですよ。だから釣りとかしてて雨とか来ても全然問題ないし、カメラマンね天候がいきなり変わってきたりしても全然問題ないし、さらにもっと言うと、こんだけ着丈長いから椅子に座ってても腰出ないんですよ。さっきのバルトロ腰出ますよ。完全に椅子座ったら腰丸見えやんだけども、これに関しては例えば低い椅子とか座って釣りとかこうやってても全然大丈夫なんで、意外とこれはね釣りとかそういう、もともと南極大陸用に作られてるので、まあ、誰が南極大陸行くねんっていう話なんですけどね、これ見ていただいてる方で南極大陸僕行くよという人って多分一人おるかおらんかぐらいだと思うんですけど、まあ、大体の方はこう日常でじーっと動かねえし、こう座ってるとかずーっと釣り竿持ってるとか、カメラずーっとこうやって構えてるとかっていう方にはね、このジャケットはめちゃくちゃ向いてくるんかなと思います。だから逆に言うと電車乗る人とか、あと街中移動する人とか向いてません。なんでかっていうと動きにくい。そもそも生地めっちゃ分厚いんですよ。めちゃくちゃ分厚い生地使ってこんだけ大きいダウンジャケットって動きにくいんですよね。だからそれやったらね、また電車で通勤する方はまた違うダウンジャケットがあるんですよ。だからそっちにした方がいいんやけども、まあ、こういう外で趣味する方なんかにはね、このアンタークティカパーカーっていうのはいつもいいなと思うから、僕はね外で趣味することないんですよ。だから釣りもせえへんし、カメラマンも別に好きやってないし、外でじーっとするぐらいやったら家の中でラーメン食ってるのが僕好きなんですよ。だから僕はね、外に来たのこれ1回ぐらいあるかな、サムネ撮るようで1回ぐらい来たぐらいで、あとも来てません。で次がですね、何かと言いますと、こちらもね、まあ、人気のダウンジャケットですよね。ヒマラヤンパーカーって言って、さっき見ていただいたこのバルトロライトジャケットのもうワンランク上というか、もうワン1個極寒用になってるんですよ。それもそのはずでね、このジャケットってそもそもなんていうの、登山の山頂とかで着るやつなんですよ。だから登山の山頂で着る用のやつ
ースになってるから、そもそもの作りもでかいしバターも多いんですよね。でね、これに関してはね、唯一これだけかな、あ、他にもあるか、これ M サイズです。M やけども中切ること考えられてるから、そもそもでかいんですよ。めちゃくちゃでかいからこれで M サイズなんかいと思うんですけども、ロンティ1枚で切張る方やったら普通より1個下でいいと思います。サイズはいつもと同じじゃなくて、いつもより1サイズ下でロンティ1枚たらちょうどいい。まあ中いっぱい着込むとか、こっからまたさらにフリースも着るしベストも着るしとかになったら、いつも通りのサイズでもいいかもしれんけど、まあそしたらその分ね、袖とかももっと長くなりますけどね。そんな感じになっております。でね、裏側とかがね、要は濡れた状態でも着れるようになってるんですよ。例えばこういう感じでロンティーから着るだけじゃなくて、こういうマウンテンパーカー着てました、で雨でビシャビシャになりました、うわー寒い寒い寒い、じゃあ上から着とこうって言って、こういう着方もできるんですよね。だからそういうようにも考えられてるから、中の生地とかもちゃんと丈夫な生地が使われてるので、まあ、こういう風に重ね着ができると。だからこれはね、どういう方に向いてるんかと申しますとですね、基本的には、こんなもん南極大陸着るとき以外は必要ありません。だから勝ったんやったら南極大陸も行ってこいって感じになるんですけども、まあそれ言っちゃったらねあれなんやけども、これに関してはね、さっきのアンタクティカパーカーもこのジャケットの上から羽織るようになってるんですっていう話したけど、こっちに関してはどうせ重いんですよ。だから重たさがあって、確か2キロ近く重さあるんですよ。 1.5 とか 1.8 とかぐらいあったと思うんで重たいんですけど、こっちのヒマラヤンパーカーの方はそれの3分の2とかぐらいの重さになってるんで、パッと着るよ、もうパッと羽織るよっていうのかな。普段はジャケットとかインナーダウンとか着て過ごしてんねんけども、まだそれでもちょっと寒くなることあるから、もうこれパッて羽織るだけみたいな感じの使い方やから、これ着て活動するとかっていうようなジャケットじゃないんですよね。てか使う用途は結構限られてるし、ハマる人からしたら、そうそう、こういうアウターの上にアウター着るじゃうダウンジャケット欲しかってんっていう人おるやろうけど、今そう思って見てくれてますちゃいますよね。街中で着るようとして、なんかどれがいいかなと思ってるから、多分あんま該当しないと思うんですけど、それがねヒマラヤンパーカー、まあ、この辺りも結構人気のダウンジャケットなんで、価格もさっきのアンタークティカパーカーと同じぐらい、9万かぐらいかなって感じだったと思います。でね、次がね、これも人気のアイテムというか名作のアイテムなんですけど、これノースフェイスのキャンプシェラショートっていうこのロゴが入ってるやつなんですけど、これも L サイズですね。ちょっと着てみたいなと思いますが、で今はもうダウンになってないと思うので、確か中綿ジャケットになって、ちょっと中の仕様は変わってるんですけど、見た目は一緒で商品名も一緒なんですけど、めちゃくちゃ前からある、もう初代からあるっていうダウンジャケットなんですけど、これね結構スキップされがちなんですけど、僕いつも毎年ね、これ意外といいですよと。どういう使い方としていいかというと、第2のダウンジャケットとして僕はおすすめしますっていうのも、第1のダウンジャケットって皆さん本命あるじゃないですか。実は俺ダウンなくて去年までずっと長袖で過ごしててんで、そんな人いてませんよね。みんなダウンとか持ってると思うんで、本命のダウンはあるんやけども、なんかちょっと追加で欲しいなっていう時ってあるじゃないですか。そういう時にこれ持ってこいなんですよ。なんで持ってこいなのかというと、さっきも言ったけど、中の綿がダウンじゃないから洗えるんですよ。洗っても傘高が戻りやすいんですよね。で普通の本ちゃんのダウンってやっぱ傘高戻りづらいんですよ。でそのためになんかあのテニスボールぶち込んだりとか乾燥機にぶち込んだりとかいろいろしゃなあかんねんけども、これに関しては普通に手洗いできるっていうところがね、例えば居酒屋行きました、本命のダウンジャケットはちょっと居酒屋臭させたくないな、日常であまりにもガンガン着て汚れたくないな、そんな時は第2のダウンジャケットが必要になってくるわけなんですね。その時にそう、こちらのキャンプシェラショートの出番でございます。まあフードがね小賢しいっていう方はね、このフードはボタンで取れますので、パチパチパチと取っていただければ、こういうシンプルな、まあ見た目的にはヌプシみたいな感じですよね。ヌプシみたいな仕様になりますので、意外とおすすめと。でしかもこれが確か4万7000円ぐらいするんですけど、だいたい売れ残っております。僕がこんだけ力説しても毎回売れ残っております。だから僕のことは全然伝わってないんやけども、まあそういうね、第2のダウンジャケットがいいなとか、スーパーサブ的なね立ち位置でちょっと欲しいなっていう時は、まあこれはおすすめかなとは思います。まあ価格的にも3万前後ぐらいになるんかな、セールとかがあったら3万前後ぐらいになるから、まあヌプシよりちょっと安いかなぐらいで、まあこの中で今回一番安いですけどもね、安いから2軍ということじゃなくて、洗えるから2軍なんだっていうところが、僕のチャンネルらしいですけども、そういうところになっておりました。次が何点目かわからんけど、次はじゃあこの前にあるマウンテンダウンジャケットいきましょうか。でこのジャケットもね、人気のジャケットなんですけど、これこそ通勤とかにもってこいのダウンジャケットなんですよ。っていうのもなんでっていうと、まあ、ちょっと色味がね今派手やからあれですけど、ブラックとかやったらオールブラックになってますし、着丈もねそこそこショートっていうかベリーショートじゃないんですよ。これぐらいの先のバルトロぐらいじゃなくて、ちょっとねお尻も隠れるかなっていうぐらいな感じになってるんで、座ったりとかもできるし、さらにさっきのアンタークティカパーカーってあったじゃないですか。これほど着丈長くないからチャリンコとかも乗れるんですよ。でね、生地もねこっち あのアンタークティカパーカーよりちょっと薄めに作られてるから動きやすいんですよ。だからリュック背負ったりとか、あと電車パーって乗ったりとか、まあ何やったら車も運転しようと思ったらこれやったらギリできるかなぐらい。でもさっきのアウター系は全然無理、もう車乗るときは絶対脱がなあかんねんけど、まあこれやったらギリいけるかなと。でなんでそんな通勤時ええかっていうと、雨降るでしょ大体ね。僕いつも雨の話ばっかりするんだけども、
雨降った時に服濡れるのってめっちゃテンション下がりません？朝からうわ濡れたと思ったらもうその日一日終わりじゃないですか。もう終わりの始まり状態になってるでしょ。でも帰り濡れるのはまだええとしても朝濡れたくないんよと。ほんならまあこういうジャケットパッて羽織っておけばゴアテックスやから濡れる心配ないんですよ。でこのモデルねいいですねこの色ってよく言われるんやけども、これはねあの幻の2018年ビーチグリーンというカラーになっておりまして、まあ何が幻かわからんねんけども、今はもうナイチャダウンジャケットになってるんでね、まああの買えないんですけど、毎年似たような色味はね出てますが、これも僕普通に手洗いとかします。だからまあその動画であるんやけども、全然まあやろうと思ったらできるんやけどもね、もっと簡単なのはキャンプシラ。キャンプシラは めちゃくちゃ簡単だから、はっきり言って鼻ほじりながらでもできるぐらい。でもちょっとこっちの方は鼻ほじりながらでも無理、ちょっと目凝らしながらしっかり両手でやらなあかんから、ちょっとまあ難しいんだけど、そんな感じで。最後2点っていうのがこのビレイヤパーカーで、ビレイヤパーカーはねこれノースフェイスっぽくないじゃないですか。唯一この今紹介いろいろした中で唯一ノースフェイスっぽくない。だってカラーついてんのに単色じゃないですか。切り替えないじゃないですかってなったら最も待ち向きなんですよ。だいたいおしゃれなノースフェイサーの方ってこれ着てます。勝手な妄想やけどもね、だいたいなんかこう代官山とかね、東京のねおしゃれなとこで、もしくはまあ大阪で言うたらどこがおしゃれなのかな、ちょっと大阪でどこがおしゃれかわからんねんけども、そういうところでちょっとひげ生やして、まあ、でメガネかけてちょっとパーマ当ててるみたいな人はね、まあ、だいたいこういうシンプルなノースフェイス着てるんやけど、それは何ですかって言ったらビレイヤパーカーになっております。だから今回紹介する中で最も私服として使いやすいんですよ。なんでってパンツが何でもいいんですよ。黒でも白でも何でもデニムでも何でも合わせるんやけど、他やとちょっと合いづらいのが出てくるんですよね。例えばこんなマウンテンダウン、こういう派手なカラーでデニムってなったらちょっとカジュアルに寄りすぎてるから、もうアウトドアしかできひんよねってなってくるけど、まあ、こういうのやったら全然ねどんなシーンにも合わせれるから、私服向きといえばこのビレイヤが一番多分私服向きやと思います。まあ、そうかね、バルトロみたいにもうカスタムしちゃってね、色変えちゃうっていうのもありなんですけど、これは高い、もういや大体倍ぐらいしてくる。バルトロで6万とかやけど、このカラー変えるだけでも10万ぐらいするんで、それやったらビレイヤがまあ同じような値段6万円ぐらいで、もう本当に私服に向いて特化してるし、なんやったら中の使ってる綿とかも同じバルトロと同じやつ使ってるから最も私服向きですよねなんていうことで、まあ、最も女子にも人気あるのがこのビレイヤなんですけどもね、そういったダウンジャケットになっております。そして最後はですね、今年30周年を迎えるあのあいつなんですよ。そう、出ました、ヌプシジャケットということで、ヌプシジャケットでございます。まだね近々ヌプシの動画出そうかなと思ってます。このヌプシ以外にも US 企画のヌプシ、アメリカのヌプシとか、あとシュプリームとコラボのヌプシとか持ってるんで、まあ、そんなをね全部比較したりとかしてみたいなと思うんで、またそれは別で動画出すんですけども、これは日本版のヌプシです。でサイズはね XL サイズで着用しておりますでね、唯一これだけ XL なんですけど、なんで XL なんかっていうと、今回紹介した中で最もコンパクトなんですよ。で最もスタイリッシュというか細くできてるのがこのジャケットやから、まあ、L が僕は普通なんやけども、 L で着てもいいんやけども、ちょっと思ってるよりタイトやな、ノースフェイスっぽくないなと、ワンサイズ上にはしたんですけども、まあ、ただその分ね横とかちょっとここ裾とか余っちゃってるから、これはねドローコードで僕はもう締めちゃってるんですけども、締めてこんな感じでちょ調節はしてますけどもね、 XL サイズを購入しました。まあ、今年ね L サイズ購入して、あの比較してもいいかもしれないですけどね、これはじゃあどんな人に向いてるんかというと、それ以外の人全員だから、もうこれ全部当てはまらなかったと、今全部聞いてましたと、カメラマンでもないし釣りでもないし通勤で電車も乗らへんしチャリンコも乗らへん、まあもうどれにも当てはまりませんと、2軍もいらんと、もう飲み会も私行きません、僕行きませんと、友達行ってませんってなるんやったらね、もう何にもないっていうんやったらこれです。もうあの受け皿のようになってるから、もう全ての人に当てはまるのがヌプシ、第1軍落ちました、第2軍も落ちました、第3軍も落ちました、第4軍第軍あーもうおらんヌプシってなるんですよ。だからヌプシが最後の受け皿やと思ってもらったらいいので、でも受け皿って言ってもお高いんでしょってなるじゃないですか。なんと3万円台で購入できるんです。皆様ですね3万円台で購入できるということで、購入していただくとですね、ヌプシが買えます。そしてこの冬暖かく過ごせる、どんな用途にも合わせやすいということで、最も万能なジャケットということにはなってるんですけど、まあ、それぞれ用途に合わせた方がいいとは思いますけどね、僕この用途やからこれにしようかな、私この用途やからこのようにしようかな、それが一番素晴らしいと思うんですけども、もうどれにも当てはまらへん、友達もいてない、僕みたいに一人ずっと喋ってるっていう方はね、このヌプシジャケットを一緒に着て過ごそうじゃないかというのがね、こちらノースフェイスの7点の、ご紹介になっていました。よくねノースフェイスの中でどのダウンジャケットがいいんですかって聞かれること多いんですけど、もう人によるんですよ。だから今みたいな感じで、あ俺これやなって言って聞いてもらってね、それで選んでもらうのが一番正しいと思うので、僕の生活スタイル的には一番ヌプシが合ってますけども、まあ、これ人によりますので、そんなことでご紹介をさせていただいたというのが本日はですね、ノースフェイスのおすすめダウンジャケット7点をご紹介したというかなってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。